お聞きしたいと思います。津久井さん、意気込みをお願いします。はい、あ、東京ガス生粋の津久井と申します。お願いします。まず生粋なんですけれども、東京都でずっと活動してまして、今年も29年目になるんですよね、結成から。すごい老舗のチームかなって思います。で、今年の演舞テーマは「和結び」っていう演舞を作らせてもらって、人とのつながりであったり、歴史の、チームの歴史のつながりっていうのをコロナ禍ですごく実感したっていうのもあって、そういう思いを込めて演舞を作らせていただきました。で、今年3年ぶりに原宿スーパーよさこに戻ってこれたっていうことで、皆さんお客さんとのつながりも感じながらみんなで踊れたらなって思っています。で、生粋のちょっと特有の入場の仕方がありまして、マースリーダーやいしょやいしょやいしょってちょっと笛を吹きながら入ってくるっていうのがあるので、皆さんもぜひ入場から楽しんでもらえたらなと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。それでは準備お願いします。東京合戦喫水、いざ参る。